こんにちは、カツオです。今回は栃木県の那須温泉に旅行にやってきました。3泊4日の旅行の様子をお届けしていきたいと思います。早速ですが、宿に到着したので、宿の様子をこれからご紹介していきたいと思います。那須はとても緑に囲まれた山の中にあるので、窓からの景色もとても綺麗です。今回は家族3人で泊まりに来たので、部屋もかなり広めです。日本の旅館にはこのように浴衣が置いてあるのが一般的です。それでは早速浴衣に着替えたいと思います。着てみるとこんな感じです。和の感じがとてもいいですね。そしてこちらは和室エリアです。旅館には大抵どこでもこんな風に木でできたお茶のセットが置いてあります。こちらはお茶碗です。そしてこちらは使い終わったお茶のティーバッグを捨てるための道具です。そしてこちらは木でできたゴミ箱。こちらのポットには冷たい水が入っていて、いつでも飲めるようになっています。早速飲んでみます。冷たくて美味しい。そしてこちらにはテレビや電話が置いてあります。こちらにあるのはエアコンですね。木の中に隠れています。こちらは木でできたティッシュペーパーケースです。そして和風のライトですね。中に電球が入っていてとても雰囲気があります。そして陶器でできた置物です。こちらには給湯器が置いてあって、いつでも熱いお湯が出るようになっています。こちらは和風の椅子ですね。椅子の上には座布団が敷いてあります。座布団はとてもふかふかです。そして窓際にはこのように椅子と机が置いてあって、ゆっくりくつろぐことができるようになっています。そして今度は洋室のエリアに入ってみましょう。ベッドが2台ありますね。小さいですけど冷蔵庫もしっかりあります。奥に進んでみましょう。こちらはクローゼットですね。たくさん服が入るようになっています。そしてこちらは洗面台ですね。こちらは日本のトイレです。中はこんな風になっています。
日本ではトイレの時にはトイレットペーパーを使うのが一般的です。こういうふうに引っ張ると出てきてトイレの中に流すことができます。こちらのレバーを下げると水が流れていきます。こちらはなんとお風呂がついてますね。こちらの旅館には大浴場もありますが、それぞれの部屋にもお風呂がついています。一人でゆっくり入りたいときにとても便利です。さて、夕食の時間になったので食堂に向かいます。今日の夕飯は地元で採れた食材を使った洋食のコースです。こちらはキノコが入った冷たいフランです。そしてこちらは火で炙ったカツオを使ったカルパッチョです。野菜もたくさんですね。こちらはサラダです。こちらにあるのは地元の野菜を使った自家製ピクルスです。フランを食べていきます。中はこんな風になっています。こちらが献立表ですね。続いてこちらは地元で採れたさつまいもと牛乳を使ったスープです。こちらはバゲットです。そしてこちらはコカ・コーラ。こちらはメカジキとアサリをグラタン風に調理したものです。こちらもとても美味しかったです。盛り付けもおしゃれですね。こちらは那須高原で育った牛肉のサーロインステーキです。春菊のソースとフランボワーズのソースの2種類でいただきます。とても脂が乗って美味しかったです。そして最後はデザートです。イチジクでできたコンポートです。バニラアイスとパイが添えられています。甘くて風味がよくすごく美味しかったです。今回はこれぐらいで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。